time. はい、こんにちは。マリオの新情報が入ってきました。新商品ですね。ただこれまだリーク段階、噂段階っていう感じで、確定ではありませんけど、皆さんにご紹介させていただきます。で、大体リーク情報っていうのが大体もう9割以上ね、商品化されてるので、多分商品化されるかもしれませんね。写真を見た感じ、レゴ公式商品の写真風でした。はい、まずどういった商品かっていうと、なんかファミコン風の商品ですね。ちょっと日本人にあんまり馴染みのない形のファミコン風のゲーム機です。そしてテレビもあるっていう感じで、超大型商品、2646ピース。これめちゃめちゃ大型ですね。で、価格がおそらく3万円から4万円前後。もしかしたらぼったくりで4万円ぐらい済むのかもしれません。もう結構ね、最近上乗せされてるんでね。はい。で、写真1枚目がこういう感じです。ゲーム機、コントローラー、カセット、テレビがあるっていう感じ。まあ、これで2600ピースだからそんなに大きくはないっていう感じですね。はい、レゴ製品としてはそこまでの大きさはないのかなっていう感じですね。はい、公式製品の写真フレームがあります。まあただこういうのってね、画像編集してる方ならわかると思うんですけど、いくらでも加工できるんでね、本当に公式の写真かどうかっていうのはちょっとまだ判別は難しいですね。そして1ヶ月から2ヶ月以内に発売されると噂があったり、来月発売だったりとか、まあまだいろんな情報噂が飛び交ってるっていう状態ですね。はい、写真パッケージのサイドの写真がこんな感じですね。はい、ゲーム機、カセット、コントローラーっていう感じですね。はい、そしてテレビ、横のダイヤルを回すとこのマリオも連動して回るっていう感じですね。まあレゴだとよく普通にあるような感じのギミックなので、ギミック自体はそんなにすごいって感じはないですね。はい、で後ろがこんな感じ。あのレゴの特徴としてはやっぱり再現度は高いですね。後ろから見た感じもあの昔のテレビっていう感じはしっかり再現されてます。再現度はめちゃくちゃ高い。はい、そして先日マリオ発売されましたよね、スターターセット。そちらについてるマリオと連動するみたいですね。はい、このようにマリオが連動して効果音が出るみたいですね。 BGM とかも出るみたいです。ただまだ噂段階、リーク段階っていう感じなので、内容が大幅に変わる可能性ももちろんございます。そしてまだこのリーク段階では金属製のマリオのプレート、こちらの写真のプレートがつくみたいで、金属製とは書いてましたね。あのレゴ商品で今まで金属製のこういった商品ってなかったので、これはね、どうなるんだろう。金属製だったら結構すごいですよね。まあ高級商品なので、まあそれぐらいしてほしいですね。レゴとしては僕が知る限り新要素ですね、金属製のフレームは。まあ、けど多分ね、金属製じゃないと思いますね。レゴ商品でそんなの見たことありませんからね。ざっくりまとめると、発売日は近い、もう来月か再来月ぐらいっていう噂。そしてテレビ、ファミコン、リモコンがついて、価格がまあ4万円未満っていう感じで2600ピース、めちゃくちゃ大型ですね。組み立てるのに普通に1週間とかかかるっていうレベルの商品ですね。そしてスターターセットのマリオと連動する、まあ楽しみですよね。ただね、商品単価めちゃくちゃ高いので、まあ買う方っていうのは少ないんじゃないですか。そして見た感じ、子供が好きそうなデザインでもないし、あの任天堂のマリオらしさっていうのがないですよね。そんなに売れそうな感じでもありませんよね。皆さんの意見や感想教えてね、これ絶対買うっていう方いますかね。いたらね、コメントください。あの出張レビューとかも考えてるんでね、はい、よろしくお願いします。バイバイ。もし今回の動画が面白かったと思っているんでしたら、高評価の方をお願いします。その他にもこのチャンネルではレゴを楽しむ動画だったり、できるだけ分かりやすく配信してますので、今後もそういった動画を見逃したくない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。